どうも、しゅんです。こんにちは。今回はですね、立教大学の就活生座談会ということで、立教大学の就活生の方に来ていただきました。自己紹介お願いします。皆さん、こんにちは。立教大学3年の杉山隆生といいます。以前はタレント活動をやっていたんですけど、あ、そうなんだ。はい。就活は、先月から本格的に始めさせていただいて、今は月に1回企業説明会聞いたり、イエスを出したりと頑張っていて、内定は2社ほどもらって、今現在も頑張らせていただいてます。ぜひよろしくお願いします。すごい。はじめまして、立教大学の社会学部社会学科3年の大山恵子と申します。先月から就活を本格的に始めてて、なんでかっていうと、もともと海外に行こうと旅をしたいなと思ってたんですけど、ちょっとコロナでできなくなったので、就活しないといけないなっていう状況になって、結構焦り気味で今就活に取り組んでおります。まだですね、内定はないんですけれども、今後頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いします。はじめまして、立教大学3年の金井に来たと申します。大学生の時は私は会社を経営したり、現在は人材会社の方でインターンの方に勤めさせていただいております。就活の状況に関しましては、 IT 業界とか、あとは人材業界というところを志望しております。就活自体は去年の11月頃から始めさせていただいてます。本日はよろしくお願いします。今回皆さんにいろいろ就活の事情とか、どういう生活をしてるのかっていうところをお届けできたらなと思ってるんですけど、はい、今の就活の悩みを皆さんちょっと聞いてもいいですか。じゃあ杉山さんから。面接であったり履歴書で書くこと、内容はあるんですけど、自分タレントやってたっていうところかなり引っかかってもらえるんですけど、それをどう会社に欲しいのかっていうところにつなげるのがなかなか難しくて、ちなみにどんなタレント活動されてたんですか。バラエティ番組 の、 あのレギュラー枠で芸人さんと一緒に番組出たり、ダンスとかやってたんですけど、アイドル的な、全然そっちじゃない、お笑い枠でやってたんですよ。それをどう会社に入った時に活かせるかとか、そういうところまで考えて今は勉強してやってる感じですね。じゃあ大山さんいかがですか。本当直近の悩みなんですけど、されざるを得ない状況になったので、実際に蓋を開けて就活始めてみたら、企業数が多すぎて、就活の時期とか自分の将来像から逆算してこの会社行きたいとかあるよみたいに言われるんですけど、自分がどういうとこ行きたいかってところはまだ見えてないので、結構そこが今の直近の悩みかなと思います。どうやって絞ってるの今は。割と僕自身も休学したりとか、もともとコロナの前は海外にずっと滞在してたっていうところもあったので、フィリピンに3ヶ月いて、そこから縁があって、バングラデシュっていうインドの隣にある国で海外インターンをさせていただいて、そこから東南アジアをバックパッカーで4ヶ月間ぐらいずっと旅したりして、もともと就活する予定がなかったから悩みかなっていう感じですね。絞り方が分かんない、難しいなって思います。どうですか、金井さん。僕は自己肯定感が云々っていうよりかは、必要とされてる人材かどうかっていう部分にちょっと懸念してる部分がありまして、っていうのも僕が今その志望してる業界っていうのが IT だったり人材だったりこう伸びていく業界じゃないですか。やっぱ長くいてもらいたいじゃないですか、そういった企業って。でなった時に、就活の面接とかでも言うんですけど、例えば経営してましたとか、結構僕逆に言われるのは、そのなんか事業者っぽいねみたいな、責任者っぽいねって結構そっち系で言われるんですけど、そういった印象が逆にこの人すぐ辞めないかなとか、そういった部分のマイナス印象を与えちゃわないかどうかっていう部分が今結構懸念してる部分っていうのは正直あると思います。なるほどね。なんかいろいろやりすぎてっていうこと。そうですね。どっちかというと贅沢だよね。立教大学ならではっていうところを今日はお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、まず立教大学あるあるみたいなのありますか、皆さん。校舎が綺麗。はいはい、はい、あ、これは都市伝説なんですけど、1号館っていうんですけど、そこにツタが一応貼られてて、1年生の時に枯れるまでに彼氏と彼女できなかったら一生できないみたいな。あー、出た。みんな知ってるの、それは。僕は知らなかった。お、僕は知ってましたね。うん、他なんかありますか。美男美女が多いとかってありますか。あ、それは間違いなく多いと思います。女性の割合が多いんだよね。6とかじゃないですかね。先輩とかみんな可愛いんで。確かに。ちなみに男の子もかっこいい方が多いですか。多いです。多いよね。爽やかで、服は結構みんなおしゃれなんで。まあ、そう、はい、服はおしゃれです。だからやっぱ気ぃつかなきゃってなるよね。確かに。そうなんだ。やっぱ校風っていうのは出るんですね。出ます。どんなところ行くんですか、立教大学の先輩の話。
って。割と僕のイメージは大手が多いかなと思ってて、うん、立教って甲府と時結構保守的っていう風に僕はちょっと思ってるんですけど、はい、正規のルートを取って大手に就職される方っていうのが、うん、結構先輩は結構多かったなっていう感じですね。手堅く受けてって感じがあります。みんなは結構個人の力を伸ばしたいっていう気持ちが結構強いです。いや、そうですね。そうですね。珍しい側ってことですか、立教の中でも。かもしれないです。リモートになって、はい、友達同士で関わることってありますか？僕はあります。あるんだ、うん、僕の周りは今サウナ流行ってるじゃないですか、うん、でめちゃめちゃサウナ行くんですよ。もう10人ぐらいとかいますね。僕は立教大生が運営してる就活カフェっていうところで今バイトをしてて、うん、そこで同級生とか先輩とかと関わってるっていう、うん、自分あのミスターコン出てたので、その出場者の方だったり貢献っていうところがあの僕たちをサポートしていただいたので、うん、そこの方と交流してって感じで全く就活は関係ないんですけど、うん、じゃあそこで結構学生あの同じ大学同士で関わるんですね。そうですね、僕は、はい、皆さんは大学生活であのこれをやってよかったみたいなのありますか？立教大学でじゃなくてもいいと思うんですけど、僕は間違いなくインターンかなって思ってます。それが今こう就活に実際に活かせてるところじゃないかなって、そこは間違いなくやってよかったかなって思います ね、 早めからのインターンですね、はい、僕は旅してよかったなって思ってて、海外を結構旅してたことで、日本の常識っていうのが海外だった非常識であったりとか、ものすごくその世界が広がったっていうところで、就活も一つの手段なんだなっていうところも今は結構着地してるので、世界を見て自分の足でいろんな地に行くっていうのはすごくいい経験になるし、高校時代から僕も旅してればよかったなって結構思いますね。いかがですか？まあ、自分も大山くんと同じで、まあ視野を広げるっていうところがまあ自分大事だと思っていて、まあ芸能の世界もそうですけど、夢を見てる子っていうのが普段高校に過ごしてたらいないわけじゃないけど、でも実際芸能の世界行ったらそういう子が周りにいるじゃん。また僕バーで働いているんですけど、自分の知らない世界っていうのが興味あった自分が、そういうところで視野はすごい広がったし、自分の向上心になりますし、まあ1年生に向けてはインカレのサークル、知らないサークルに入るチャンスとかって多分ゴロゴロあると思うので、そういうのにどんどんチャレンジしていくっていうのが大事かなと思います。はい、普段の一日どういう一日を過ごしてますか？できれば僕日中に就活を片付けたいなと思ってて、午後からは動画編集のお仕事っていうのをもらってるので、日中で面談とか ES とか自己分析説明会全部入れて、午後は動画編集の仕事っていうのをやって寝るみたいな、日が落ちるまでにやめます。結構僕朝活好きで、だいたい11時寝て5時とかに起きて、そんな感じで朝起きてやってますね。僕の一日のルーティーンとしては、11時ぐらいに起きてお昼から5時ぐらいにかけてこう就活の説明会であったりとか、選考会であったりとかっていうのがあって、夜はジム行ったりインターン先に行ってちょっとまあ会話したりだとか仕事したりとかして、で夜は必ずネットフリックスを見て最後寝落ちするという。どうですか、杉山さん。自分の活動が大体午後からなので、選考だったり企業説明会は午後に入れるようにしてます。1、2時間それに参加して、まあ、空き時間があったら結構本読んだりするので、本読んだり、まあ、SPI やって、夜になったら、まあ、友達飲みに行くか、バイトして朝6時までバーがあったら2人で朝帰ってきて午後まで寝るって感じです。皆さん結構就活はちゃんとやってるんですね。遊んでるように見えてちゃんとやることやってるっていうのがやっぱ共通してるなっていう。そこはね、皆さんも参考になるかもしれない。終わったら何するんですか？どうやって単位を取って卒業をしようかっていうのを多分必死に考えますね。結構ギリギリなんだ。やばいです。営業のそういうインターンとかは長期でやってるんで続けられるんですよ。だからそういうところスキル学んだりとかはできれば、めっちゃ営業できそうですね。本当ですか？マダムキラーって言われてますけど、マダムどうですか？あと僕も赤井さんと同じで単位がやばくて、いろいろやりたいことはたくさんあって、旅したいし、いろんなインターンとかもしたいし、動画編集の仕事とかもいっぱい入れたいんですけど、卒業しないと就職できないので、確かにもうそこに全集中で単位をひたすら取るっていうのをちょっとやっていきたいなっていう。なるほどね。じゃあ続いて、ぶっちゃけ学歴差別感じたことありますか？東大の方とかがいると、あって早慶の方に負けないような自分をもっと磨いていこうって。